お名前は？黒田レイです。ニックネームは？レイ。ライブの時にやる自己紹介してください。皆さん起立、気をつけ、レイお願いします。いつも元気な14歳黒田レイです。誕生日は？11月12日血液型は？ A 型。身長は？158。体重は？40なんとか。足のサイズは？35.4。23.5です。目の色は？黒。手のサイズは？手のサイズはスマホよりちょっと大きいぐらいです。担当カラーは？黄色。好きな食べ物は？パスタ。その理由は？美味しいから。嫌いな食べ物は？鶏肉とキウイ。その理由は？気持ち悪いから。福岡県で好きな場所は？天神。好きなコンビニは？セブン。好きなアイスは？チョコミント。好きな季節は？冬。好きな言葉は？好きな言葉はこんにちは。その理由は？挨拶をしてもらえると嬉しいからです。座右の銘は？座右の銘は習うより慣れろ。好きな都道府県は？大分と福岡と大阪です。行ってみたい海外は？韓国。アイドルしてなかったら何してた？学生やってました。朝起きたら一番にすることは？ママの電話に出て2階で寝てるので下におります。メイク時間何分？45分から1時間。休みの日家で何してることが多い？ YouTube かアニメを見てます。お風呂はどこから洗う？頭。お風呂の時間は？45分から1時間。寝る前にすることは？エゴサをします。だいたい何時に寝て何時に起きる？12時に寝て6時半に起きます。目覚ましの音は？ママの電話です。いつもどうやって寝てる？こうです。自撮りのアプリ何？ユライク。一番漏れる角度をカメラに向けてやってみて。いつも聴いてる音楽は？バックナンバーさんとワルキューレさんです。携帯の待ち受け見せて。はい、夢アドの山下さやさんと撮らせていただきました。リって打って一番最初に出てくる文字は？リンク。リコ、リコチのリのリ、リオ。リンクで好きな曲は？フォーユー。リンクでおすすめの曲は？フォーユー。好きな色は？黒。もしメンバー一人と入れ替われるとしたら？さくらさん。好きな野菜は？キュウリ。好きなフルーツは？リンゴ。もしなってみたい名前は？もももし男になったら何したい？モテまくりたい。単発派、長髪派？単発派。男だったらなりたい名前？スケがつくやつがいい。透明人間になったら何したい？遊び回りたいです。うどんのトッピングは？ごぼう天と肉。何ラーメン派？豚骨。白ご飯はやまめ、固め？固め。朝はパン派かご飯派？朝はパン派かご飯派か？パン派。好きなおにぎりの具は？梅おかか。行くなら過去、未来？未来。スターバックスで頼むメニューは？バニラフラペチーノにチョコチップをトッピングしてます。カラオケのお箱は？ワルキューレ。これだけは苦手ってものは？考えること。やってみたいアルバイトは？遊園地のスタッフさん。子供の頃の夢は？アイドル。得意な科目は？体育。苦手な科目は？数学。最近の大きな買い物は？この服を今日買いました。ハマっているお笑い芸人さんは？レインボーさんと、あとは名前が出なくなります。今までで言われて一番嬉しかったことは？笑顔になれる。怒ったらどうなる？怒ったら泣きます。おすすめのドラマや映画は？韓国ドラマの力の強い女トーボンスンです。おすすめのアニメは？今は東京リベンジャーズを見てるんですが、ワルキューレ、マクロスシリーズが面白いです。甘えたい派、甘えられたい派？甘えられたい派です。歯磨き粉何使ってる？ノニオです。香水教えて。香水はなんかピンクのやつ使ってます。最近泣いたことは？悔しくて泣きました。人間関係はどちらかというと狭く深く、広く浅く？狭く深く。一つだけ何でも買えるなら何買いたい？化粧品をいっぱい買いたいです。変顔のお箱をお願いします。3、2、1。何でも含めてしっとりとサラサラ派どっち派？サラサラ。昔からママに怒られることは？すぐに千件悪い。好きな洋服ブランドは？サバーサモスモス。理想の男性の絶対条件？優しい、面白い、お金持ち。告白したことある？あります。告白されたことある？あります。初恋は何歳？7歳。ちなみに名前は？たくみ。将来子供ができたら何させたい？ダンスとバレエをさせたいです。移動時間何してる？ YouTube かアニメ見てます。10年後の自分を想像すると？健康に過ごしてると思います。今までの一番大きな怪我は？ないです。マックのナゲットはバーベキュー派、マスタード派？マスタード。好
きな時間帯は11時。100万円当たったら50万円貯めて、残りの50万円は自由に使います。リンクとしての夢はバリンメッセに立つこと。個人としての夢はクイズ番組に出て有名になることです。チャームポイントはここのエコボです。好きなピザクックのメニューはダブルクワットロフォルマッチ。好きな方言はバリスイトーよ。博多弁で一言バリスイトーよ。親に一言いつもありがとうございます。リンクメンバーに一言これからもよろしくお願いします。ファンの皆さんへ一言これからもよろしくお願いします。終了。